フェアウェイウッド難しいって思ってる人は形的にドライバーとフェアウェイウッドが似てるから仲間だと思ってる、イコールドライバーはアッパー、フェアウェイウッドもアッパーだとトップしちゃいますよね。はい、ダフってトップしちゃう人多いじゃん、やってみましょうか、ちょっとこうどちらかというとドライバーっぽく左足もう前に置いて、でちょっとこう右から見て、右から見て上がるような、上げたいで上げすぎて ね刃が当たるトップってことですよね。そういうことなんですね、このフェアウェイウッドはだから形状的にはドライバー似てるけど地面から打つから仲間でね分類するとしたら僕いつも言うんですよ、ドライバーはティーアップしてる、フェアウェイウッド地面から打つときはあのアイアンの仲間だよ、ティーアップしたときはレベルで打ってもいいんですよ、はい、でも地面から打つときはアイアンの延長でちょっと削っていかないと軽いダウンブローじゃないといけない、はい、じゃあその軽いダウンブローで打つためにはどういった準備をすればいいですか、まずアドレスはどちらかというと真ん中より、はい、まあ、僕の今の感覚としては7番アイアンぐらいの位置に置きました、はい、気持ちグリップの位置もハンドファーストに構えます、はいはい、で顔の位置を右から煽らず正面、はい、じゃあこの体重の感覚も五分五分ないし、ちょっと左にかけておくぐらいの感覚での方がこうダウンブローでは入れやすいですね、イメージしやすいですよね、ですね、はい、じゃあそれでアプローチのようにそんなドライバーのような大きなスイングいりません、はい、あとは沿わすようにポンと、まずアドレスはどちらかというと真ん中より、はい、まあ、僕の今の感覚としては7番アイアンぐらいの位置に置きました、はい、気持ちグリップの位置もハンドファーストに構えます、はいはい、で顔の位置を、そうですね、右から煽らず正面、はい、じゃあこの体重の感覚も五分五分ないし、ちょっと左にかけておくぐらいの感覚での方がこうダウンブローでは入れやすいですね、イメージしやすいですよね、ですね、はい、じゃあそれでアプローチのようにそんなドライバーのような大きなスイングいりません、はい、あとは沿わすようにポンと、打ってあげると、うまいね、ヤクさん。ありがとうございます。球を打つことだけは ね。え、まあこういう形で、そうですね。はい、注意していただけると、フェアウェイと、はい、格段に上達できると思います。